それでは今日はアメリカから荷物がまた再び届きましたので開封していきたいと思います。今日はあのチャネリングの久美子さんがいらっしゃってくれてるんで、あの久美子さんと流星ひかると、エネルギーを一緒に見ていきたいと思います。じゃあお願いします。カッターで開けていきます。もうベリベリっと、ちょっと切れないカッター。これまた切れない、切れない、切れるカッターを持ってくればよかった。上からこの横の、はい、大丈夫です。今日いくつ入ってるんでしょう。切れなくしたんですね。いくつ入ってるんでしょうね。結構頑丈に。今日もフェディックスで届いてますね。今回の、ちょっとやっぱり今アメリカからの荷物が。なんか、なんですかこれ。あれ？かわいい。ちょっと開けてみてください。あれ？これ、これちょっとナミカさん。誕生日プレゼントの、もしや、よし開けてみてください。いいその中にもしかしたらあのこれが入ってるのかということは、ではでもその中に入ってる。あ、入ってるってこれもそうかな。それもそうですね。うん、これと、めっちゃ可愛いけど、もうすでにお顔が見えてる子が可愛い。あ、本当だ。ごめんなさい、カバー危なかった、失礼しました。あ、こっちにもこの子たちのお顔がちょっと見えてます。あ、これは、あ、振動上がってきた。振動するか。それだけですね。はい、今日は5つ。今日は5つですね、はい、多分。じゃあ早速クミコさんお願いします。はい、なんか開けるときドキドキしますよね。ドキドキ、うん、こうさあこいつまで切ってしまったらいかんので、性格が出ますよね。そうです。手やったらもっともうビリビリビリって。小泉さん丁寧に開けるなと思ってた。いや、手やったらもうホール神なんで。ちょっと細身で可愛い子たちが、あ、結構なんかいろいろ入ってますよ。あ、それはもしかしたら細身チーム？細身チーム、何だろう。ピアス、あ、可愛いピアス。あ、可愛い。スリビングルーキーですね。なんかセットとかですかね。この子とちょっと雰囲気似てそうですね。それは、あ、わかりました。これ誰のか。はい、はい、来ました来ました。キサキが、じゃあこの子も、この子はまた違うんですかね。ちょっとセットですね。セットですね。うん、あ、さっきこの子たち開けた。あれ、どれとどれセットだったかな。あ、ちょっと待って。これはスリーピングビューティーですね。うん。ネックレスとバングルじゃなかったかな。ピアスは別だったかな。どっちだったかな。ちょっと後で確認します。はい。ちょっと一個ずつ開けて。一回確認すら。今開封したのがこの子たちですけど、はい、この子とこれとこれがセットですね。ですね、うん、これとこれがセットで。すごいなんかこう華奢なデザインで可愛いですね。うん、これなんか上品ですね。上品ですね。うん、すごい繊細な感じ。繊細な。可愛い。可愛い。裏もこんな感じで、なんかちゃんとここにスタンプというかサインというか入れてますね。そして。ピアス、ピアス、これすんごい可愛いんですけど、これ奇跡決まってないんじゃないかな。決まってないんですか。決まってないじゃないかな。違ったかな。なんだって決まってない。この子もちゃんと裏に、あ、これ触ってたらめっちゃ熱いですね。可愛い。スリーピングビューティー、スリーピングビューティー、すごい。わあ、続々続々。では次。わあ、なんかいきなりすごいのを開けてしまった。あ、もしやそれは
パイロットマウンテン熱い熱いな熱い、うん、すごいねそれなんか熱いすごい振動するすごい振動する熱うわすごいあ来たすごいですねこれあパイロットマウンテンですねうん来ましたねこれはすごい振動数よ手が鳥肌立ってきますねすごいですねなんかちょっと私禁断症状みたいなプルプルプルってしてちょっと流星ヒカルにも見てもらう肩で手袋をつけて手袋つけて肩で持てるかエネルギーわかる手袋つけてわからんなわからんなってちょっと置いて、うんこんな感じ。なんかね、うん。包まれる感じ。包まれる感じ。うん、後ろから来ますね、これ。うわーって。すごい、うんうん。あったかいね。結構強い。うん。綺麗ね。結構大判シリーズみたいな感じで、大きいですね。この模様もすごい面白いですね。引き込まれそうな。うん。地球みたいな。地球とか海みたいな。うんこんな模様のベルやってるんですね。うん。はい、次いきます。このパイロットマウンテン開けてから手がちょっと小刻みに震えるんですけど。ねえ、なんか禁断症状はみんな。すごいね。これはこの行き先決まってるんですか？あ、それは、うん、行き先は一応こう候補者の方は決まってます。すごいな、こんなパワーですよ。やっぱりこのエネルギーを見て時期を見て手渡したいなるほどそうですね、うん、エネルギーの持つタイミングってやっぱあると思うので、うん、なんか結構ねいいエネルギーやからいつでもウェルカムっていうとそうではなくて、うん、持つタイミングやっぱ考えないとちょっと扱いが大変ですよ ね、うんすねうん、あと来たのの中にもいくつかはタイミング見てお渡ししてるやつあるんですよ、うん、すぐに行かせるのとタイミング見てっていうのがありますなのでちょっと待機してるのもありますそうですね、はい、羽休め中の子たちが長旅なんで、ね、長旅なんでないと、うん、だんだん開け方の性格が出てきてしまったけど、うん、あかわいいあかわいいかわいいあホワイトバッファローです ねこれもあこれは繊細な繊細であの上品な上品なかわいいですねちょっとここにこの手書きっていうんですかこれは手書きあこれ有名な方のやつですねそうなんですね、うん、確か、かわいいなんか女性のサイズこれも候補者の方は女性です。はい。あとはそのお迎えするかしないかはその方の、まあ、来て見てもらってから決めていただくっていう形です。はい。毎回こう来る子たち表情が違うし、うん、エネルギーも違って面白いですよねそうですねなんか楽しめるというか、うん、毎回やっぱりあこんなエネルギーがあるんやっていうような感じで毎回新鮮な発見がありますよ ね、うん、その石の種類によっても違うし、はい、サイズなのかデザインなのか、うん、こういう違いもいろいろあっておこれも可愛いさっきから可愛いしか言ってないんですけど、はい、あ来ました来ましたはいはい誰のか分かりました なるほどあの昨日連絡くださってて私間違えて、はい、あの まだアメリカにいますって送っちゃったんですけど届きましたはい、うん、心待ちにされてる子なんですねちょうどだからタイミングよくメールいただいたんですね分かったんですかねね、うん、くるってねこれもちゃんとなんか書いてますね、うん、イニシャルかな綺麗な子ですねこれもね、うん、この石がすごい魅力的ですねでこの加工もなんか、ね、細かくこう縁取りのところが面白い、うんうん、かわいいよじゃあもうこの子は心待ちにされてるということで、うんはい、すぐに多分行ってしまうかもしれないですね、はい、そして最後はゾクゾクしてきたねえなんかもう熱いこれもまた色合いが面白いあ、かわいいですねかわいいですね、うんうん、これも、あ、もっと違うのかな作家さんは
また違うけど、これも候補決まってますね。そうなんですね、うんうん、色が面白い、かわいいね。これは独特な感じ、うん、すごいですね、うん、これはどんなエネルギーですか、どんな感じですか。そうか、自分でなんかやっていく系の人かなと思ったんで、うんうん、なるほどって割とパワフルな人が持つのかもしれないですね、うん、自分でしていけるというか、うんうんうん、何かを築いていくみたいな、うん、そんな感じですね。魅力的ですね。すごい魅力的、ね、独特ですね、うんうん、なんかこう一見華奢なんですけど、うん、めっちゃ強いというか、うん、見た目以上のパワフルさって感じがありますね。私はします、うんうん、ちょっと流星光どうですか、うん、はい、じゃあちょっと見てみます。上から来ますね。これ上から来るのよ、うん、上からの、うんうん、これも独特な感じで、うんうん、すごいですね、うんうん、面白い、それぞれ、うん、そう、これはみんな、あとスリーピングはどんな感じ。スリーピングエネルギー的には意思によってもこうデザインによっても違いますね、うん、違いますね。これがでもどんどん旅立っていくってなんか楽しみですね。すごいですね、うん、みんなどんな仕事、みんなそれぞれですね。でもこれグループにしてきたっていうことは結構強いグループな、どんな感じなんやろな。なんか相性が悪いターコイズ同士は、悪いというか良くないターコイズ同士はあまり重ねないですよ。これでもそのいいターコイズで重ねてるみたいですよね、うん、いい子たちに来てるってこと、うん、ってことは、まあその、うん、例えば相性がいい子たちに来てるってことは、うんうん、まあこの人たちってテーマが近かったりするんですかね、うん、もしかしたらそうなのかもしれんし、うん、それからターコイズ同士のエネルギーの何か、単にそれだけなのかもしれないし、うん、どうなんでしょうね。もしかしたらなんかこう似たようなポイントがあるのかもしれないですね、うん、まあ、全然違いますけど、全然違うタイプの方にもよくし、違うターコイズなんですけども、うん、これ顔に見えるな、すごい、ね、顔っぽいですね、なんかメーテルの顔あるで、メーテルメーテルほんまやな、メーテルっぽいです、神秘的な感じですね。このね、あのスリーピングさんもすごい人気高かったですね。デザインがこれ可愛いと思うんですけども、うん、可愛いですよね。これ見た方で問い合わせ多かったですね。うん、まあ、いろいろと、ね、実物見た方が可愛いですね、うんうん、なかなかこの手のタイプ出てこないんですって、うんうん、ただね、バングルがこのホワイトパッファローも私大好きなんです。これもすごくいいですよね、うんうん、これもなんか模様と色が、うん、絶妙というか、ね、真っ白ではないじゃないですか、うん、ちょっとこう、うんうん、それがまた素敵だな。なんか一色真っ白のはなかなかないっていうのは、やっぱりそのこのちょっとやっぱり入ってるのがこう個性的で、やっぱりとかファローっぽいかなとか思うんですけども、うんうん、綺麗ですね、綺麗ですね、うん、これも魅力的かも。これもなんかこう青が、青このなんていうのベースの青が本当になんか私のイメージするターコイズって感じのターコイズの色ですごい綺麗ですね。デザイン可愛いですね、これ。デザインがすごく可愛いです。うん、素敵だなと思います。うん、手につけたらね、なんかこう映えそうな感じですね。うん、映えそう、ね、うん。やっぱこれからの季節なんかターコイズ良さそうですね。良さそうですね。うん。うん、やっぱこれも存在感ありますね。そう、ね、これもすごい存在感が、うん。この模様がなんか好きかな。そう、これがなんか、うん、なんかゴールドっていうか茶色みたいなゴールド系のよりのなんかこう不思議な模様が入ってます。すごい熱いな、本当に。うん、まあ、今日の開封はこんな感じでした、はい、今日は、久美子さんと、はい、流星光、指輪をなくしたけど見つかった流星光ありました、よかったがお送りいたしました。ありがとうございま す, いますではではまた、はい、じゃあねー。